ルイスカス・ルイスカスは、アメリカ合衆国の法律家、軍人、外交官、政治家。1831年から1836年まで、アメリカ合衆国陸軍長官を、1857年から1860年まで、アメリカ合衆国国務長官を務めた。1782年10月9日、カスは、ニューハンプシャー州エクセターにおいて誕生した。カスは、 フィリップス・エクセター・アカデミーで学んだ。1799年、カスは、両親と共に、デラウェア州ウィルミントンに移り、教師となった。カスは1800年に北西部巡州のマリエッタに移り、1801年に北西部巡州、ゼーンズビル近郊に農場を構えた。カスは法律を学び、1802年に弁護士として認可を受けた。1806年、カスは、 オハイオ州下会議員に選出された。カスは1807年から1812年まで、オハイオ州地区の連邦地方裁判所執行官を務めた。1812年に、米英戦争が起こると、カスは、オハイオ州第三連隊に入隊し、大佐に任命された。カスは、ウィリアム・ハル将軍や、ウィリアム・ハリソン将軍の下につき、旧北西部巡州地域で任務にあたった。 カスは1813年に正規軍の巡将となった。カスは第8軍管区でハリソン将軍と共同作戦を行い、テムズの戦いに参加した。米英戦争終戦後、カスは戦火に対する報酬として、ミシガン準州知事に任せられた。カスは1813年から1831年までミシガン準州知事を務め、デトロイトに居住した。1820年、カスは ミシガン巡州北部の探検を命じ、ミシシッピ側の源流を探索させた。当時、米英間の国境はミシシッピ側と定められていたが、そのミシシッピ側の源流が不明であったため、国境線も未確定であった。探検隊は五大古地域西部を探索し、現在のミネソタ州中北部に位置する湖がミシシッピ側の水源であると確認した。この湖はカスコと名付けられた。 その後1832年、探検隊に参加した地質学者、ヘンリー・スクール・クラフトが再探検を行い、ミシシッピ側の水源は、カス川の付近にある、イタスカ湖であると訂正した。1831年8月、カスはアンドリュー・ジャクソン大統領から陸軍長官に指名され、ミシガン準州知事を辞任した。カスはジャクソン大統領のもにおいて、 インディアン移住政策の中心人物となり、インディアンをミシシッピ川移勢へ移住させることを推し進めた。カスは1836年まで陸軍長官を務め、その後1842年まで中フランス公使を務めた。カスは1845年から1848年まで連邦上院議員を務めた。カスは連邦議会において軍事委員会の委員長を務めた。 1848年、カスは民主党から大統領選挙への出馬を表明し、上院議員を辞職した。カスは、ウィリアム・オーランド・バトラーを副大統領候補とし、国民主権の原則を強く主張した。カスは、順州に住む人々は自ら奴隷制の可否を決定すべきであると考えた。だが、カスの立候補表明は、民主党内での分裂を引き起こし、反奴隷制を主張していた。 民主党員は離脱し、自由土地党を結成した。結局、カスは大統領選挙において、ホイック党のザカリー・テイラーに敗れた。カスはその後、連邦議会に復帰し、1857年まで上院議員を務めた。1857年、カスはジェームズ・ブキャナン大統領の下で国務長官に就任した。当時のアメリカでは、南部の奴隷制度の尊費が、 大きな問題となっており、連邦分裂の危機に直面していた。カスは南部諸州の連邦離脱を防止する強行策を主張したが、ブキャナン大統領は状況を打破する有効策を何ら打たなかった。結局、カスはブキャナン大統領の態度に迫役し、1860年に国務長官を辞任した。国務長官退任後、カスはミシガン州デトロイトに戻り、 分筆業に従事した。カスはインディアン問題や西部開拓問題に関心を示した。1866年6月17日、カスはデトロイトにおいて死去した。カスの遺体はデトロイト市内のエルムウッド墓地に埋葬された。以下の地名はカスにちなんで名付けられた。ありがとうございます。